くよ、せーの、名古屋来たイエーイありがとうございますはい、ここね、名古屋ですよとりあえずめっちゃ恥ずかしい、完全に道ですよこれめちゃ変わったあのね、ここどこですか。名古屋です。名古屋ですよね、はい、名古屋来た言うたからね。そうですね、アサシンクリードアート展っていうのね、まあ、前回も告知しましたけども、ね、実際に来ました、はい、そう、今日がラスト、もう最終日やもんね、コーラスですね、うん、はい、うちらもさっき会場、見て回ってね、いやすごいっすよ、ひどいのが、いや、なんやアサシンクリードアート展なのにナルティのところにサインしてもらって、いやだからそのお客様がねたまたまね、空気読めよ、たまたまお持ちだったから出てきちゃったから、外出てからやれよみたいな、いや、嘘ですけど、まあね、まあね、私たちはナルティネットも応援してます、はい、ありがとうございますまあけどアサシンリベレーション、そう、リベレーション12月1日、うん、1日か、はい、楽しみやね。そうですね、まあぜひ予約版をね買ってほしい、初回特典がすごい豪華なんで、ほう、多分ね限定版でもいいかもしれない、ちょっとお金を取って販売するレベルなんで、ほう、それをまあ通常版と同額でやってるんで、うん、ちょっと初回特典を買ってもらって、うん、見てもらえればいいかな、うん、その内容はね、うちのホームページで、まあそうね、はい、詳しくはそっち見てください、はい、ちなみにこの、カメラを撮ってるのはうちの細川です。すいません、ありがとうございます、絵描いてもらってありがとうございます。細川がね、絵描いたんで、はい、まあいろいろけどね、グッズとかも扱っていただいてありがとうございました。そうですね、結構、ご購入いただいて本当に、はい、大変助かりました。いや、いいですね。で、まあその分はもちろん、チャリティーで募金しますので、うん、その応援も多分、全部、まとめ次第、お知らせはできると思いますので、うん、はい、また何かあればね、一緒にいろいろやりたいですね。そうですね、うん、やっと仕事できましたね。ようやくね。これまた何年後かなんですかね。まあ、いやいや、そんなかかんの、そんなかかんの。いつだってモンドギョール行くから。そうですよね。ね。よろしくお願いします。それでは皆さん、また